32、とうとう飛び込んだのかい？と主人が目をパチつかせて問う。そこまで行こうとは思わなかった。と名店が自分の鼻の頭をちょいとつまむ。飛び込んだ後は気が遠くなってしばらくは夢中でした。やがて目が覚めてみると寒くはあるがどこも濡れたとこも何もない。水を飲んだような感じもしない。確かに飛び込んだはずだが実に不思議だ。こりゃ変だと気がついてそこいらを見渡すと驚きましたね。水の中へ飛び込んだつもりでいたところがつい間違って橋の真ん中へ飛び降りたので、その時は実に残念でした。前と後ろの間違いだけであの声の出るところへ行くことができなかったのです。寒月はニヤニヤ笑いながら例のごとく羽織の紐を200回にしている。これは面白い。僕の経験とよく似ているところが木だ。やはりゼームス教授の材料になるね。人間の官能という題で写生文にしたらきっと分断を驚かすよ。そしてその丸々子さんの病気はどうなったかね。と明帝先生が追求する。2、3日前年始に行きましたら門の内で下女と羽をついていましたから病気は全開したものと見えます。主人は最前から陳死の体であったが、この時ようやく口を開いて、僕にもあると負け抜きを出す。あるって何があるんだい。明帝の眼中に主人などは無論ない。僕のも去年の暮れのことだ。みんな去年の暮れは暗号で妙ですな。と寒月が笑う。欠けた前歯の縁に空屋餅がついている。やはり同日同刻じゃないか。と明帝が混ぜ返す。いや日は違うようだ。なんでも20日頃だよ。崔君がお歳暮の代わりに摂津大丈を聞かしてくれろと言うから連れて行ってやらんこともないが、今日の語り物は何だと聞いたら崔君が新聞を参考してうなぎ谷だと言うのさ。うなぎ谷は嫌いだから今日はよそうと、その日はやめにした。翌日になると崔君がまた新聞を持ってきて、今日は堀川だからいいでしょうと言う。堀川は三味線者でにぎやかなばかりで身がないからよそうと言うと、崔君は不平な顔をして引き下がった。その翌日になると崔君が言うには、今日は33元堂です、私はぜひ摂津の33元堂が聞きたい、あなたは33元堂もお嫌いか知らないが私に聞かせるのだから一緒に行ってくだすってもいいでしょうと手詰めの談判をする。お前がそんなに行きたいなら行ってもよろしい、しかし一世一代というので大変な大入りだから到底突っかけに行ったって入れる気遣いはない。元来ああいう場所へ行くには茶屋というものがあって、それと交渉して相当の席を予約するのが正当の手続きだから、それを踏まないで蒸気を出したことをするのはよくない、残念だが今日はやめようと言うと、崔君はすごい目つきをして、私は女ですからそんな難しい手続きなんか知りませんが、大原のお母さんも鈴木の君代さんも正当の手続きを踏まないで立派に聞いてきたんですから、いくらあなたが教師だからってそう手数のかかる見物をしないでも済みましょう、あなたはあんまりだと泣くような声を出す。それじゃあダメでもまあ行くことにしよう、晩飯を食って電車で行こうと降参をすると、行くなら4時までに向こうへ着くようにしなくちゃいけません、そんなぐずぐずしてはいられませんと急に勢いがいい。なぜ4時までに行かなくてはダメなんだと聞き返すと、そのくらい早く行って場所を取らなくちゃ入れないからですと鈴木の君代さんから教えられた通りを述べる。
それじゃあ4時を過ぎればもうダメなんだねと念を押してみたら、ええ、ダメですとも、と答える。すると君、不思議なことには、その時から急に悪寒がしだしてね。